家猪熊源一郎、二十歳から65年間絵を描き続けている。揺れ動く時代の波間に瀬戸内海を見て育った。少年は絵画という得体の知れない巨大な魚を探しに小さな船を漕ぎ出した。何にでも興味を持って熱心に研究する性格は、その進路を決めるとき、絵描きにしようか発明家になろうかと大いに悩むことになった。こういう絵になりますね。好奇心の強さは今も少しも変わらない。早朝の散歩も画家の目は捨てられたものやさりげなく置かれたものの中に何か美しいもの、新しいものを探している。木も花も犬も猫も生きているものすべてが猪熊源一郎は好きだ。明治、大正、昭和という揺れ動く時代の波間に絵を描き続けた画家は、人間もまたこの地上に命を与えられた生物の一つであることを痛いほど知っている。まあ、絵のようでしょ、こう全体がずっとまあ朝楽しいですよ。これずっと菱形がずっとこう並んでてね。猪熊源一郎は絵を売ろうとはしない。昨日までの殻を打ち破り、一歩でも前へ進み、その結果売れたら、それは神様のご褒美だという。背筋をピンと伸ばしたこの姿勢は、半世紀以上も崩れることはなかった。何にでも心を開いて吸収しようとする勇気と、思い込んだら頑として守り通す勇気と、この二つの勇気が少年を大きな画家に育て上げた。日課の散歩と朝食が終わるとすぐに仕事にかかる。間もなく始まる個展の出品作である。私が絵描きになる上で大きなものを与えてくれた一人に、美工の彫刻の学生だったいとこの武平さんがいる。彼のスケッチブックが小さかった私に絵というものの素晴らしさを教えてくれた。その中には動物や女性の姿が生き生きと描かれていた。私は飽かず眺めたものだった。絵本なぞない時代である。35年12月14日、高松市に生まれた。家の前には川が流れ、玄関は格子戸だった。教師という父の仕事柄、毎年のように転校した。私の絵は評判になっていて、図画の時間になると、猪熊、みんな教えなさいと先生の代わりをした。ボーイソプラノだった私は、学校を代表して一人で歌ったことがある。小学校4年の時、母が病気がちだったので坂出のおばさんのところに預けられた。隣が坂江座という大きな歌舞伎小屋だった。学校から帰るとすぐ楽屋へ飛び込む。私は看板の鑑定流の書き方から書き割りの作り方まですっかり覚えてしまった。やがて私は絵看板を模写した。初めの頃は武者絵を写す程度だったが、やがてタコの絵にそれを描くようになった。いとこの中村武平は大阪で彫刻家としてアトリエを構えていた。そのアトリエで
母は命を引き取った。中学1年の時だった。武平さんは母の死に顔を私に描けと言った。私は溢れる涙をそのままに、むくんで生前の面影の薄くなった母の顔を一生懸命に描いた。母が亡くなって父と二人きりの生活が始まった。気がついてみると私はたっぷりよだれを垂らして居眠りし、父もまた同じ姿でうたた寝をしている。起こしてくれる人はもういないのだ。二人で慌てて布団に潜り込んだ。大正5年、香川県立丸亀中学校に入学した。校舎の北には瀬戸内海を見下ろして丸亀城がそびえている。城の森には何百何千羽というゴイサギが住んでいて、あたりの木は踏んで真っ白で、その中に淡いブルーとネズミ色のゴイサギが羽を休めているのが珍しく美しかった。校舎の中にささやかな軒を出している靴屋さんに何よりも興味を覚えた。休み時間になると靴を修繕するテクニックを熱心に見学した。靴の縫い方、釘の打ち方、ミシンの使い方、みんな覚えてしまった。美術館ってものは心の病院で、そして非常にオフィスでくたびれた方は美術館に飛び込むことによって、いろんな名作に接して自分の心が洗い清められて、そしてもう一度くたびれが取れてですね、フレッシュマンを自分のものにして表へ出て、それで自分のオフィスでもう一度元気出して負けるもんかと思って勉強ができる、そういうふうな美術館は機械だと思うんですね。何事にも興味を持つ猪熊源一郎は突然キャメラを貸してくれと言って回し始めた。生まれて初めて撮影したショットである。理工受験を目指し本郷の研究所に通うことになった。小さなところに学生がどっさりいて、石膏やモデルを描いていた。同じ年頃の少年たちが女の裸を平然と描いているのを見て大変驚いた。間もなく私もその中でモデルが女であることさえ忘れて真剣にデッサンに取り組むことになる。美校に入学して間もなく、たった一度黒田清輝先生が話をされたことがあった。芸術というものは先生が手を取って皮を渡してくれるものではない、自分で皮に橋をかけて向こう岸へ渡らなくてはならない。この言葉がいつまでも心に残った。次第に戦争の足音が近づくのを感じながら、10年間お金を貯めて妻文子とフランスに留学した。到着したのは夜だった。夜が明けるとパリの街は黒々とくすんだ岩窟のように重なり合い美しかった。猪熊源一郎はパリに佇み、思わずポロポロと涙をこぼしていた。憧れのマチス、ピカソとも会うことができた。マチスからは実に多くのものを学んだ。押し寄せる戦火を逃れて藤田嗣治との疎開生活が続いた。やがて最後の避難戦で帰国する日まで、爆撃の音に怯えながら描く猪熊も描かれるモデルも命がけの仕事が続けられた。戦後再びパリに向かう途中、アメリカに立ち寄った。
その時代にニューヨークはやっぱり怖いような、なんていうんですかね、大きさっていうか、その膨大な力っていうか、それから人間の赤裸々なその姿っていうんですかね、そういうものが戦後の僕らの気持ちの萎縮した時代に解放された膨大なものを見たもんですから、大変な刺激を受けたわけですね。ですからだんだんいる間にこれは僕は考え直さなきゃいけないと思ってですね、パリに行くのも結構だけども、これはニューヨークで一つ勉強し直そうと思ったんです。その時もう50いくつ歳でしたけど、またイロハからやり直すかと思って。成長期にあるニューヨークで画家として大きな転機を迎えることになる。作風は具象から明快な抽象に変わった。そこで出会った人々の中にマレーネ・デートリッヒもいた。とってもデートリッヒって優しいんですよ。向こうではね、そんな有名な人でもあんまり見向いたりなんかしませんしね、普通の状態でしょ。黒いパンツで黒いジャケットね、いつも朝散歩してましたね。久しぶりで日本に帰り、在米15年の個展を開いた。送別会の席上、猪熊源一郎は脳血栓で倒れた。ニューヨークのアトリエでは友人にもらったリンゴが一つ、二人の帰りを待っていた。リンゴがもうしわがれてね、そのまま置かれた場所にじっと待っててくれたんで、僕も本当ポロポロ涙が出ました。そう、10年の10年、1年の間にこうなっていくんですから、私たちニューヨークで10年過ごし20年過ごしたんですから、やっぱりそういうふうなね、過程を通って人間を追い、そして死んでいくんだっていう、そして一種の人生観みたいな、こうちょっと悲壮な感じを受けて、その時にリンゴをそーっと壊れないように綿でこう詰めてね、それで箱の中に入れて、そーっと手で持ってきたわけ。今では単に絵を描くだけでなく、造形全体のことに興味を持つようになった。タバコの大きさほどの対話彫刻から壁画、彫刻、劇場のステンドグラスやドンチョウなども手がけている。若いもんは基礎を作りながら、今度はそれが体得できた時はもう自分奔放に、自由奔放に自分をね、もう撒き散らしていくこと、勇気を出してね、もう本当勇気がいる、絵に勇気がいること、もうそれだけどうも言いたい。絵描きには定年がない。死ぬまで未知のものに向かって走り続ける、それが芸術家の宿命というものだ。誰も助けてはくれない。まるで蚕が糸を吐き続けるのに似ている。糸がなくなった時が死ぬ時なのかもしれない。芸術家は20代までに仕事をし終えて死ぬのがいいと思う。それに死に遅れてしまえば、これは90までも100までも努力して生き続け、産まずたゆまず仕事をする以外にはないという気がしている。一番好きなことを続けられて画家になって本当に良かったと思う。誰に褒められようとも思わぬ自分本来の姿を勇敢に描き抜けば、それがこれからの仕事だと思う。年を取ることを忘れたわけではないが、それだけ物に大胆になり、小さなことはあまり気にならなくなった。